春君こんばんはです。中学1年生ですね。いよいよ方程式が分かるようになってきちゃいましたね。できるようになってきちゃいました。イエーイですね。はい、そろそろもうね、夏休みに入りますよね。頑張っていこうじゃありませんか。もうだって休みになっちゃったらもう部活ぐらいしかないっすからね。毎日あるわけじゃないしね、とっても有意義に時間が過ごせると思いますね。そこで一つ提案ですが、ぜひ夏期講習も受けてみちゃうのじゃありませんかね。え、頑張っちゃいましょうよ。はい、それではですね、こちらの方ちょっと見てみます。これ復習ですね。青で書いたものは復習です。移行して、X の値を求めていこう、こういうことでありますね。はい、それでは移行しますよ。X の文字の項は左辺に、数字の項は右辺に移行していきます。移行した時のルールは符号を変えるというルールでしたね。ですので 3X プラス 6X だからマイナス 6X で持ってきますね。そしてマイナス12は右辺に持ってきたいからプラス12で持ってきますね。こうなんですね。簡単です。マイナス 3X がイコール12となるので、最後マイナス3で割ればいいわけですよね。12割るマイナス3ですのでマイナス4。ほら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 、出来上がりですよね。こちらも一緒、プラス14をこちらに行こう、プラス 5X を左側に行こう、こういうことですね。 7X マイナス 5X イコールマイナス14、こういう形になります。ですので 2X イコールマイナス14ですね。2で割ればいいですよね。 X はマイナス7、いかがですか。そんな難しいことでは決してありませんよね。さあ、ちょっとね、いっぱい出てきたのでチェックが必要です。プラス2を移行です。それからマイナス 4X を移行ですね。ただあそこにはもうすでにマイナス 5X というのがあるので気をつけてくださいね。マイナス 5X がスタートです。そしてマイナス 4X をプラス 4X で移行しました。8はそのままですよ、プラス2を移行してくるからマイナス2と、こんな具合になりますね。マイナス5プラス4ですからマイナス1と書きたいところだけど、1は書くルールにはないのでマイナス X イコール6と形、マイナス1で割ってあげて X はマイナス6と出れば完成。次です。 4X マイナス 6X イコール、はい、マイナス9を移行するからプラス9になればね、いいですよね。マイナス 2X がイコールプラス9となるので X はマイナス2で割るんですよ。だからマイナス2分の9と、こんな形になりました。わーおんですよね。簡単簡単です。さあ、そして、もうあと2つもやっつけてしまいましょうね。こんなのも楽勝楽勝楽勝ですよ。プラス4がありますよね。あれがマイナス11のところ右側に移行されてくればいいですね。ここですね。ですので 8X そのままでいいですね。マイナス11マイナス4、 8X がイコールマイナス15。もうこれも分数ですね。分数続きですよね。5と7とちょっと飛んでました。ですのでこれ X は8で割るだけ、マイナス気をつけてね、8分の15という形になってくれたら大正解ということであります。いかがでしょう。そんな難しい問題は持ってきてない気はしますね。はい、こちら、マイナス2とそれから 6X、 これの移動移行ということですね。マイナス 3X マイナス 6X イコール先住民が先に書いておきましょうね。そして移行したものを後で持ってきますと、間違いがどんどん少なくなってきます。マイナス 9X がイコール18と出ますので、X はマイナス2、割り切れました。これはね、こんな具合です。さあ、類題3と練習用3問用意しましたが、これは本日のお乳、新しい問題です。もしかするとほんの一部の方やってないかもしれません。ぜひチャレンジをね、してみてください。普通補習のほんの一部の方かな、もしかしたらやってないですね。はい、見てください。カッコがあるのでカッコを開けます。カッコの前にマイナスがついてるだけなんで、カッコの中の符号を変えて出してくれればいいわけですね。あるいはマイナス1だと思ってマイナス1をかけるんだよっていう考え方でも大丈夫です。
と 3x プラスプラスですので、マイナスマイナスで括弧を開けてあります。括弧を開けたらこの後移項に入ります。計算なんかしちゃダメですよ。ただ移項するだけ、3x マイナス x 放っておいて、ただマイナス5を移項するだけ、9プラス5、ここで初めて計算に入ってください。ここが 2x だよね。9と5を足すと14、そして2で割るので x イコール7。ここでは移項するだけ、これだけを考えておけばミスが少なくなります。はい、そしたら今度はここは2がかけられているのね。だから分配してかけてやってください。かけることで括弧を開ける、こういうことですね。6に 12x マイナス2ですね、そしてイコール 9x プラス16、ここで移項の開始です。 12x マイナス 9x 16プラス2ですよね。 3x になりますが、イコール18なので x は3で割って6ですね。今度はここ3をかける、これそのままほっといてね、 3-5x とほっときます。3かけます、66、ちょっとでかいけどビビんないでね。 3-4-12x です。さあここから移行しますよ。 -5x プラス 12x イコール66、マイナス3になりますかね。 7x がイコール63、うわあなんてことなかったね。7963割り切れました。 x イコール9、こんな具合です。今日やったのは括弧を開けてそれから移行しようよっていう流れの問題です。もう一回だけ見ておきますね。括弧の前にマイナスがあったら括弧の中身の符号を変えて出すだけで OK。 括弧を開けるだけ、移行だけ、ようやく計算しますよ。段取りをつけていってみてね、順々にね。今度は括弧の前に2が置いてあるということは2がかけられているということだから、両方に分配してプラス2をかけてやってくれ。なので 12x マイナス2となります。括弧を開けてから移行する、移行してから計算する、こんな順調でやってね。そしたらミスはどんどん少なくなってきて、もう全丸ということになるからね。さあ少し頑張ってみましょう。今日やったねこのプリントね、表も裏もまだまだねできますので、2枚ずつあげた、ようですので、ぜひ頑張ってみてくださいね。はい、それではね、ではー。